はい、ということですね小林さん、はい、今回は第二弾ということでですね、はいはい、今回のテーマとしてはですね、はい、あの小林さんがあのウクライナのあの、はい、現代作曲家はい。 をなんかすごく今追求されていると引いてまあこれ非常にね今の時期からウクライナなので興味があるのでそれについてちょっと教えていただけますか。わかりました。あのウクライナそうですよね。ニコライ・カプフティンという方でえっとまあついこの間までね生きてらっしゃった方なんですよね。あの2020年に亡くなってるので最近ですね。そうなんですよね。だから1973年生まれ私の親よりかまあちょい 上ぐらいの、今今年代の方で、まさにだから、あの冷戦ですよね。冷戦の時代を、あの全部見てきた方。東側の方に、まあ、ウクライナが、まあ、当然、まあ、属していたということですよね。で、だから、多分、そのウクライナ。 っていうふうに、はい、ウクライナ地方とは言わせてもらってたけども、はい、いわゆるソ連の頃、ね、ソ連の中に入ってはまあそうですよね。でその頃はあの、はい、音楽の勉強としてモスクワ音楽院まで、はい、あの来て、でその後もモスクワであの音楽の仕事をされてた。そうするとあの、はい、ロシアのロシア音楽ですよね。はいはい、あの系列の作曲家。はいはい っていうことなんですか。になるはずだった感じじゃないですか。でどこかであのそこの行き先はちょっとすいませんあの書いてなかったか私がちょっと読み切れてないかもしれませんけどあの米軍放送です。米軍放送。はい。あの日本でもあの今あの F.N. ってアメリカンフォースイズネットワークですね。ですね。はい。あれをあのモスクワであの聞いて傍受して。その面白いですね。あの僕らもあの昔あのフェン放送って言って今聞いたりしてましたし。 それをモスクワで聞いてた、あれ聞けるんですか、そこを調べたら、の多分ヨーロッパのアンテナなんですね。じゃあ、仲間違法ってことですね。国としては聞けないようにしてるけど、国が実はジャミングって言って、妨害電波を出し始めたのは、開局直後らしいんですよ、そんなものをこっちに向けて、電波発射されたんだっていうことで、妨害電波を発射して、ところが、このンは。 そのそれそれで関わらずそのフェンフンモソで聞いてどうやってやったかわかんないですけれどもとにかくそれで衝撃を受けてああの自分はあのジャズみたいなものを作ってみたいなということであのもうなんかいわゆる耳障りっていうともうあのジャズジャジーな曲を作らせてもらった。あじゃあマクラクラシックっていうよりももうジャズの 積極化っていう形ですかね、はいはい、あのジャズっていうとどっちかというと、はい、そのアドリブ要素とか入ってますが、はい、あの逆にこの方のは、はい、もうあの多分カプセルさんの中で昇華された形で、はいえー、楽譜となって出てきているので、はい、そのアドリブの要素がないんですね。で逆にアドリブししようとしても、はい あのできるととあんまないというか普通アドリブの時って「アドリブ」とか書いてあるんですけども、はいはい、まあガーシュンでさえそれはあのそういうふうに書いてあるとかあったと思うんですが、はいはい、これ全くないんですねこの方の場合はね、えー。なので、はい、この通りやったらあのこの曲になるよっていうようなガイドの仕方の作曲さんっていうような気はします。あの その音楽の思想、シェア、まあ、ガーシュンみたいな形の、あの曲ですか。の方に近いと思います。あの考え方としては。あの、多分、あの、もうちょっとジャズとかラグに寄っていくと、あの、メープルリーフとか。あの、えっと、エンターテイナー、そうかな、と、ジョプリンさんですね。あの方の方が。えっと、どっちかというと、ラウンジ、音楽に近くて、あの、こちらの方、ええ、カプース。 ジョッペイさんはまあまあ多分コンサートで弾いてもあのいいような感じでもうちょっとだからあのかしこまって聴いてもいいようなまあもちろんそのジョッペイさんの曲もあのコンサートホールで弾いてもまたそのテストはいい味はあると思うんですけどもはい基本的になピアノだけなんですかあえっとですね向かっは実はですねたくさん書いておりましてああちょっとここですみません私は他の楽器のことに関してはちょっと えー、勉強不足だったんですが、はい、例えばですね もう簡単にウィキペディアで見ただけでもこちらにあるように管弦楽曲、協奏曲、室内楽曲、ピアノ曲というふうにあのまあほぼほぼ他の方も書かれてるようなあのスタイルで書いてますし、まあ例えばピアノとジャズバンドとかもいろいろ出てますね。で、あの特にその作品数が多い方なんですね。多いですね。はい。えっと全曲集書いてあるかな。えっと。

ちょっと見るだけでも144曲ありますね。あ、そうですね。ねあの多い多い方だと思います。多いですね。はい。はい、で、小林さんはこの方のはい作作品の面白いものをこうピックアップして、はいはい、え、あの<今>はい、はい、逆に言うとそのタプースさんの、はい。 作品に関しては私はちょっとまだまだ歴は薄くて変奏曲というバリエーションですねと今ちょっと見始めたのが「エチュード」練習曲集なんですがまずはそこからちょっと見てみようとでも多分これなかなか全部弾くというのはなかなか大変なことで多分この「ソナタなんて言っても「ソナタ景色」なんもちろん何楽章もありますので長い曲になりますし。 これはちょっともうちょっと離れてからにしようかななてもうちょっといろいろこう弾きながら昇華したりとか楽譜の中ら教わることってたくさんありますけどももうちょっと教わってからこっちを見ていくとより理解が深まるかなと思います。

あの事件と言いますか直後に亡くなあまあ別にそういう理由ではないと思いますけどもあのロシア王国っていうとまあいろんな人がねいっぱい出てきますけどあの辺の例えばウクライナとかベラルーシとかモルドバとかいろいろありますよね。あは結構 その質が高いんんでですかどううなしょね多分その地元の音楽っていうのはおそらくその踊りも含めた絡めた踊りに絡めたっていいますか踊りが初だと思うんですけどもものっていうのはいっぱいあると思うんですけどもやっぱりこう見てる経歴他の方も見てるとどうしてもモスクワに習いに行ったということ多いですね。すねごいから まあ勉強しに行くにはまあお手付けですよね。もうもうそこしかないという感じだったと思います。で、ちょっと調べてみたんですが、その有名な作曲家で、あの出身地はどこかなと思って調べてみたら、一番多かったのがそこです。サンクトペテルスブルクですね。が多いんです。はい。あのまあなんか多分その音楽をするような、特にそのね。 あの今から100年ぐらい前のクラシックで作曲家作曲の勉強をしようとかあの楽器の勉強をしようってある程度選んだでしょうねで多分そのラハマイノフなんかもなんか地主の息子とか割とそのまあそのバックグラウンドがあのまああったからあのまあモスクワに留学できたじゃないですけどもそうそういう多分あの方が多かったで多分まああの栄えていたまあ結果的にこのサンクトペテルブルクからは あの、はい、出身者が多いということだと思います。例えば、あの、はい、ストラヴィンスキーですとか、はいはい、カバレフスキー。 ウラノスボロビンですね。シュサボビッチもそうですね。もうあの皆さんサンクトペテルスとキーですね。ウィーンとかどうですか？あ、ウィーンからあ、ウィーンの方はあのもちろんあのモーツァルトとかいますけども、こといわゆるロシアものの曲ってふうに見ていくと一番多かったのがサンクトペテルスですね。あ、なるほど。はい。でその他はじゃどこなのかなと見ていくと、えっとまずそうですねこの チャイコフスキーこの方は割とこの工業の町ですねリアル山脈の西側だからどちらかというと一番最東端の方にいらした方でしてちょっと有名な方っていう中で調べたらのがここですねボトキンスクどこだろうここですだっけなちょっと。 で後でね、あ結構田舎ですね、はいうん、田舎というか。であとバラキレフバラキレフというのは、はい、あのー。 すごい有名なまあ方ではないまあ,まあもちろん有名ですけども日本だとあんまあ有名じゃないのか知ってる方はもちろんね好きですけどこれはモスクワの西ですね西郊外どころかこれ縮尺でいくと4 0 0キロぐらいですね結構東ですねああなるほどでハチャトゥリアン

ウブゴロド州もうちょっと行くとフィンランドサンクトペテスブルクとの間に近くですね。なので割とやっぱりこの辺に集中してるんじゃないかそうういこと。ですね我らがカプスチンさんはドネツクですの このドネツクのちょっと北ですね。ええ、割とこう珍しいですね。あ、そうですね。そのまあ今のそのまあウクライナの領土みたいなところではそんなにいないとことですよね。そうですね。まあ多分だからまあなんか勉強したかったらモスクワっていう風になってたんでまあ自動的にモスクワっていうことだと思いますが、多分なんかここからドネツクのかアタリカリあの弁割と有名になった人はプロコフィエフですね。ああ、プロコフィエフ、そうですか。あのこの今回 あのはいはいああなるほどはい。もうちょっと行くとねあのハンガリーあたりに行くとまたこうこのロシアロシアもそうですねもうすごくまだいますからねへえなるほどあそういうことですねそっちに近い方が誰かいらしてでえっとカレボカレムソルグスキーあスキーはどこですかカレボというところでいはい。グスキーはどこだ ベラルーシに近い方あそうですね。そうですね。割と西ですね。極東とかはいないですか？極東の方いらっしゃらなかったですね。ウラジオスクドク。はい。あのいらっしゃらなかったですそうですね。うんまあまあどうしてもどうしてもそうですね。まあ西の方なんですかね。ですよね。やっぱり。なるほど。ええ、とはい。 この方、シマノフスキーさんはこの辺のウクライナですね。まさにウクライナででででですすすすねねねシスそそそうううかここ見ていいくとやははり西西側側ののののの方方ロア中が多カプ カップスチンはほかのロシアの作曲家とするとちょっと色が違うわけですよね。フェン・フォー・ソンを聴いてて多分日本のアメリカ側のそこでもジャズっぽくなったということなんでしょうね。多分もう時代的にもし50年早く生まれて同じキャリア積んでらしたらまた何か違う曲になってたなそんですよね。 あの出なかった作風というか、あのもう冷戦がないと出なかった作風ですね。まだ面白いですね。まあその冷戦という国の中で、まあ独自にそのまあ西側の情報を自分でこう仕入れて、で勝手にこう融合された。と いうことだと思うので、それもなんか面白いんじゃないですか。こう追及されていくっていうのは、あのなかなかあのなんていうんですかね、一回フィルター通ってるって面白いことだと思うんですよ。で、フィルターを通ってる。フィルターって今例えばあのそうですね、こう浮世絵の画風画風をあの見て、自分の画風に取り込んだあの画家の方とかそういうような感じじゃないですかね。いろいろね。はい、しばらくはじゃこのこの方をこ追及されて。

今だからこそ本当に何かウクライナっていうふうに言うようになりましたけどもおそらくちょっと前だったらロシアのっていわれるくくりで言ってたと思うんですがより多分だんだんとそのねやっぱ出生地とかその人の源流を大事にするっていうバックグラウンドがはい。 あのになってきてきますから、はい、より多分あのどこの方そしてまたそういうワードが出たから調べてみる方っていうのも、はいはい、前以上にあの増えるんじゃないかなと思いますあまあそうでうね、はい。まあまあねそんな形で、はい、まあまあまあひょんなことしったらいいんですけど、まあ、そういった方と知り合って作品を掘り下げていくっていうのを。はい 非常にいいいことですよねろんなものがあるって本当に知っていくのが今やってますメソッド作りの方にもやっぱり影響してきますし冷戦の時期にモスクワとアペテルスブルクとかあの辺で勉強した人が。 ジャズを弾くってもうそこだけ聞いだすとすごい不思議なこともあるのでこれ一体どんな曲なんだろうといえば興味も湧くので多分まあまあそんな形でね広めていくとまだなんか面白い話になるんじゃないですか。なんかこういう知らなかったって曲を聴いて頂けてじゃあ違う曲のたとえ私が弾かない曲だったとしてもなんか違うピアニストさんとか音楽家の方が聴いてる曲も聴いて。 その方の作品に興味を持ったもしくは全部聴いちゃったとかそういう方が増えるといいなと思いますいでも五葉さんも今はこのメソッド本をこういっぱい書いて出す剣とそれの普及ですねともう一つはピアノピアノとしての件でそのピアノトとしての活動としてはその人のメインの部分というのはこのカプセルはいの 作品を弾くと。はい いいううののも一つテーマになってるわけでですすねねそどちらかというと最近弾いてる理由っていうのはもちろんピアニストだから弾いてるっていう単純な理由もあるんですけどもどうしても書いたりとか教えたりとかしてるとうちの生徒さんもそうだし先生向けのセミナーなんかも私はさせていただいてるんですけどもその時に「あの人はんか割と喋るけども弾くのかね本当に」みたいなそれをいやいや言われないですけどそう思われるんじゃないかなと思って。 それはあの、ちょっと。あの、演奏証拠動画を作っと。あります。えら、えらさのこってるけど。そうそうそう。でも、それがあの、まあ、仮に、あの、私のことは置いといて。あの、すごい、あの、立派な先生で、実際弾けない方いらっしゃるんですよ。いるんですか。あの、別に、それが悪いっていう意味ではなくて、その指導のプロということで。あの、私が在学してた学校にも、いらしたんですよ。やっぱり。ああ、そうなんですか からやっぱり実績は出してらした方なんでまああんまり弾けないっていう話は聞いてたけどもでその同級生弾けないけど指導は的確なわけですかそれはありブる話だと思います全然問題ない話だと思いますもちろんこう弾いてこるとか実演して音色がどうっていうところを伝えられる かどうかというとままた別の話になっちゃいいすけどどもういうふうに弾いていけばっていう、はい、あのことをあの的確に指導できる方もいらっしゃいます中にあのそ,そんな弾けなくてもとか、まあ、弾け全然弾けないわけじゃないと思うんですよ <laughs> でもその友人曰くは、はい、いやいや,いや弾けないって知らなかったって本当に言ってたからよ <laughs> 本当にそうなんだと思うんです本当にどっちかというと本当に弾けない方な,あなるほどはい 高井さんのセンサーとかが本当に危険ですかみたいに言われるところもあるから今こそ、一応やっていかなくちゃいけないと実演もしておくと時期的にもウクライナというワードというのはすごく面白いしテーマですよねロシアとウクライナの関係みたいなのもすごく面白いのでそうですよいった意味では多分今、旬ですよね。 あのなかなか面白いテーマというかまあ貧弱なことにね習った自分が習った土地とまあ敵対してしまったあのところ出身の方のまあそういった方をちょっとこう知りながらまあ聴くというのはすごくいいですよねあとそのジャズですよねあのロシアで勉強した人のそのどうってジャズがこう ジャズに行ったのか今行くくっていいうかでですすすねねそご面白よ一応そのジャズ楽団んかロシアジャズ楽団っていうのはまあ声楽名称はこれじゃないですけどもモスクワにジャズの楽団はあったらしくてそこには入ってたらしいんですよだから多分それがそれが前かとかで実際そのフェンの放送をいつ本人が聞いて影響を受けたかってそこまでは でもそうですね学生時代にって書いてあったから当にそに冷戦の1年目ですねぐらいに聞いて45年とか46年とかその頃に聞いて影響を受け始めてだからまだまだ何かそういう曲は書いてなかったなるほどしそないですでもずっとベースにあって本当だったら多分ヨーロッパ側の音楽って言いますかロシア音楽をい あのー、演奏するとか、はいえー、指導するという立場にいれば、はいまあ、多分安泰だったと思うんですがそっちの方にはいかなかったのであ多分当時の女性の中では、はいまあ、苦労されたことも多いんじゃないかと。僕もぜひですね、はい、この このカプスティンですね。あの名前もなんかプーチンに似てますねで、カプスティン。ぜひどこでこう聞ければいいと思いますので。高橋さんぜひねどこか映像会でぜひ聞いてください。あの収録したものなら動画でございますので、後ほどお送りいたします。やあ、わまあまあできます。ライブでですね。あの聞きたいなと思うので。その機会にはぜひ教えてください。ライブは実は沖縄でなんですが。 来年の1月にこれ弾きます。はい。あ、弾くんですか。は月。え、それが沖縄でやるんです。そうなんです。あの沖縄なんかすみませんこのこんな話はちょっと趣旨にはなかったんですけども実はあのえっと那覇市文化協会のメンバーにしていただいてましてあの遠隔メンバーなんですけど。でこのカプシニンを弾くんですか。あのたまにその会員のコンサートっていうのがまあ年に一遍ですねたまにっていうか年に一遍定期であるんですが1月の何日ぐらいですか。えっと26。 九日、もう日程決まってるんで、あとは練習を続けするしかない。感じなんですけど、わかりました。ちょっと頭入れて、はい、ぜひぜひ。あの、那覇経由で、那覇経由で、日本にいらして。いわかりました。はい、それいい話ですね。わかりました。はい。じゃ、あ、先ま今日の忙しいところ、どうも。はい、こちらこそ、どうも、ありがとうございました。